できたできた。うわ。えい。ひひひひ。あ、こんにちは。こんばんは。閉店準備の間でちょっとライブを少しだけでもしていきますね。今日はもう、ほぼ全員出てます。まあまあいっぱい埋まってるでしょう。あ、こんばんは。よもさん、ありがとうございます。リンムさん、はい、リロさんですよね。こんばんは。あ、京栄くん、ありがとうございます。まゆりさんも、プミさんもありがとうございます。ね、こんなちっちゃいサブソングに2人が仲良く使ってます。チワワ2人組。あ、こんばんは。ローラさん、アウトロさんも、最近アウトロさん全然来れないんですよね。32123の方、リエさんもありがとうございます。ちはるさんも、のんきちさん、こんばんは、ありがとうございます。あむくん、ワンちゃんの名前でしょうかね。で、ヒロアキングスさん。ね、結構平和ですよね。こんなんたくさん出てても。タボの手ね。今で一生懸命遊んで今、ちょっと良くなってます。へへへ。あ、久しぶり。こんばんは。みんな元気してますか？ね。この間の、あの、みんなの集まりで、来れてないなぁとは思ったんですけどね。キララママも、こんばんは、ありがとうございます。へへへ、この二人どうしたん？え？どうしたん？めっちゃ仲良くおるやん。みっつーさん、こんばんは、ありがとうございます。はーい、こんばんは。白組がここに集まってんの。かんちゃん。みんな何してんのって集まってます。693。今日からインターン。ああ、なるほど。なるほどね。そっか。今日から行ってきたんですか。寒かったでしょう。なかなか時間がなくて、来週行けたら、あ、娘さんとね、ぜひ来てください。待ってます。で、はたならさん、こんばんは。で、レオさんもこんばんは、ありがとうございます。閉店準備をしながら、今今日全員が出てのこっちが予作で、何してんの？カカオくん、ハクト、ハク、おお、名前覚えてる。あとはタボも、タボ、おいかしくんね。で、あの二人はよう遊んでる。白色の子がチアップの、あ、インスタ、最近ねインスタライブずっとやってます。今日から1週間泊まりでインターンです。泊まり。あそこじゃん。あの遠いところやったっけ。誰？リサちゃん。え？泊まり？それ言ってたとこ？前？どこまで行ってるんですか？私が聞いたとこ。泊まりで行く。あ、ビエン大丈夫ですか？結構来てます。はい、猫ちゃんのところね、堀江の方、猫ちゃん
がもう来てますんで、ちょっと出してあげたんです。でそれをあの補強の工事とかをしての、ちょっと猫ちゃんと一緒におっただけで、まあそうですね、もう鼻に来てます。猫アレルギーなんでハッピーハウスね。なるほど。泊まり？あ、そうなんや。大変ですね。住み込みってか、そこに泊まる。まあ、1週間泊まりか。マジで？うちでも泊まれるけど。うちのインターンシップで泊まれるけど。待ってますよ。道彦さん、こんばんは。ありがとうございます。ね。コロナでなかなか来れない方のための今ライブ触れ合いをやってます、ね、近くにこの2人がずっとこのどうすんのこれこれこれえこれこれちょっとブクブクしてるんじゃないか。触れたくないって、触られたくないって。土曜日日曜日はね、あ、私泊まりましょうかって。いやいいですよ、来てくださいね、お泊まりでね、インターンシップ、私も泊まりたい。ああ、来てくださいね。あの部屋は5つありますんで、1人ずつ使いますんで、待ってますね。ここだったら、ああ、自転車で帰ります。ああ、そうそうそう、来てください。はい。泊まりでも大丈夫ですよ。最近、多忙がね、結構私の近くにようおるんですよ。ね、だいぶちょっと慣れてきたかなっていう感じです。よいしょ。あ、行きたいですか？そろそろ花粉症。ああ、そうですよね。花粉症も、まあまあ、ちょっと、ほこりがね、ちょっとダメなんで。埃と、あとはこの二人何してんの、次からイチャイチャしてるやん。最近ちょっとね、あの筋肉とかもついてきての大丈夫かなと思って、ご飯の量をちょっと増やしてあげたんですよ。こうもうブクブクやなって言われてるで。ちょっと T シャツ上にあげよう。上に。かんちゃんかわいい。もこもこの今着てますんで、ちょっと寒そうやったからね。カズユッピーさん、こんばんは。ありがとうございます。カンさんのお肉ね、どうしてもこれが首、これカンさん、これどうする、これこれこれカンさんネタにされてるで。ちょっとみんなね、ちょっとぽっちゃりさせてます今。だいぶみんな、散歩が慣れてる組ごちですよね。でまだタボは新人なんで、ラッテも最近ちょっと リードの練習中です。で予作もリードの練習中ですね。こっちチロちゃんはだいぶちょっと慣れてきたんですけどね、あともう少しかな。ちょっと怖がってる。少しでもね引っ張られたらもうグッと止まるタイプなんで、まあよう教えてます。あとチョビも結構散歩慣れてます。ラッテちゃんも今まだちょっと教えてるところで、ボタンも結構慣れてて、あとはフアも結構慣れて、グレも結構慣れてます。でメルちゃんは一番リードつけると怖がってるような感じですね最近。今日カズさんが結構多い。カズヒロさん、こんばんは。ラテちゃんね、ラテちゃんいつもこう近くにいるんですよ。私の近くにはいつもあのラテかあの多忙がいつも伏せしてこうやって待ってはるんです。ヒヒヒヒ、結構ねこういう教えてもらうのが好きな子たちはね、結構割と近くに待ってくれるんで、イエーイ、ブクブクいいですね。ね、娘さんがきっと喜ぶと思うんで。カメラはちょっと苦手なんで。カンちゃん
ウィーって、うわっカンちゃん顎乗せてるし。聞いてほしい話がいっぱいある。怒られる私に。いやでもね、人生の中でそう言ってくれる人いるだけで感謝しないと、ガツンって言ってくれるって。待ってますのでね、ぜひぜひ話しに来てくださいね。私に怒られるのちょっと癖になるでしょう。で、和弘さんこんばんは、かんちゃんのファンです。あ、この間来られた、あー、そやそやそや、アイコンがね、かんちゃんの、ありがとうございます。この間来られた方ですよね、かんちゃんのファン、かんちゃん、いーって、グイグイこんばんはーって。近くにこの最近優等生の予作もいてます。で、私にですか。いやいや、そりゃ怒られることではなかったらそれは言わないでしょね。え、お兄ちゃんと考えてくれたら。あたたまってるんですか。はい、琴乃さん、琴乃さん、あ、どっちがですか。こう、あ、集まっていくと、暖かいでしょうね。この間カップルでお邪魔しました。ああ、そうですよね、あのお姉さんと一緒に来られた方ね、グレーと、会いに来られた方ですよね。師匠は怖いよね。師匠はどんな師匠でも怖いもんね。それぐらいはあの行かないとあかん。まあ、そろそろみんなトイレタイムかな。よっしゃ、今トイレを、チロちゃんが頑張ってる、チロちゃんがトイレ中や、グレーがここに行ってます。シッ、行かい、チロちゃんが今ちょっとトイレ中なんでちょっとだけ待ってください。ボタンちゃん、スカートかわいい、あ、ボタンちゃんね、これかわいいですよね。ボタン、キャー、赤チキでいい。最近ボタンがこの赤いボールが結構気に入ってるっぽいで、まあまあ一生懸命かじる。で、佐藤史郎さんこんばんは、RKYM さんこんばんは、AI68 さんの方こんばんは、あずきさんもこんばんは、TTMM さんこんばんは。で、あの実際触れ合いに来られる方とかのための今、ライブ触れ合いをしてます。代わりになんかこういうのしてほしいとかあるんであればまた言ってくださいね。じゅんちゃん、中島さん、チロちゃんがちょっとトイレしたんで中入れてもらえますか。ごめんなさい。よっしゃ、多分いつもこんな感じで待ってあります。あ、うんちしたんで外しての中入れてもらって OK ですね。今日もうほぼ全員出てます。あ、こんばんは、あずきさん、お尻ダンスね、見ました、インスタでね。あの全然痩せれないあの動きをしてたでしょ、うん、行こー。大賢い、行こー、吐く結構早いですよね、吐く、持ってこないと、吐く、結構ボール遊び激しいね。今日は結構おもちゃも たくさん出してあげたんで、また踊ってんの。あ、こんばんは、ねえ、タボ、あ、結構ふわふわ、そうですよね、この間トリミングしてもらったんでもうふわふわです。あ、また次のラテもトイレ中です、トイレしてるからちょっと待ってや。
邪魔したらあかんねん。いつの間にかここに座布団を変えてもらって、よし頑張ってます。まあ、ちゃんとトイレができてる子なんで、よーしかしかい、よしよしよし、ごめんなさい、ちょっとトイレを成功したんで。トイレができたんで、うんちが。ああそうですよね、このおむつをねちょっとずらそうとしてこうやってこすってるんですよ。こうやって今日はボスの T シャツをちょっと着てます。この2人はさっきからずっと一生懸命遊んではるけどね、ふわどこ行こうね、みんな頑張って慣れてますよ。あ、ダックスフンド、この間言ってた子はお客さんからの預かりで来てるトレーニングしてる子なんで、今日は出張で家に訪ねて きました。行っての散歩のそのトレーニングとかをしての帰ってきたんで、そのダックスフンドの子はお客さんのトレーニングを依頼されたコーデの来てたことなんで、今はカフェにはいないんです。あぐちゃん、あぐちゃん、よいしょ、いつの間にかここに来てんのいつの間にか、ちょっと目についてる、かんちゃんもいる。ラテちゃんね、偉いですよね。みんな今基本マナー教育は、えい、そこにカカオが押し出してるから、それはグレーうー言うやろ間に一生懸命入り出したな。大丈夫かこっちは、え、一生懸命遊んでるな。カンさん可愛いですよね。ね、すごいいい顔してるでしょ。ダイエットに成功したけど、またちょっとプクプクなってきたで。これをここ見て、ここ、これ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 って、あ、それはやりすぎやわ。ね、いつも近くには二人がいつも言ってるんです。タボかラテか、もう賢い、ラテちゃん賢い。ラテちゃんはね、ビションとトイプのミックスなので、これちょっともう一回見せた方がいいかな。ラテちゃんはビションとトイプの子で、予作ね、あとはボタンちゃんとでチョビで、タボーとカカオ、チロちゃんはさっきうんちしたんで中ちょっと入ってます。グレーとメルちゃんですよね。最近はこれ抱っこトレーニング中のため抱っこ NG ですっていうのをこうやって貼ってますので、皆さんよくこれ見てもらいたいんです。まあなぜこういうことするかっていうと、あ、予作と同じ誕生日、すごい。パンちゃんはね、まだちょっともう少し慣れるまでに、まあまあ元気すぎてね、まだカフェにはまだちょっと出てないんです。でふわ、みんなだいぶね、写真とまたこう見ていくとだいぶ大きくなってきてますよ。先輩剣たちはね、ハク、カンちゃんとパンちゃんですね。カンちゃんパンちゃんやね顔つきがちょっと違うでしょうね。この間来られた方や、リーさん、チロちゃんもう抱っこ OK ですか。チロちゃんはね、
その時にカフェに出た時の、ちょっと張ったり張ってなかったりとかする場合もあるんです。なお抱っこ OK っていうより他の子がね寄ってくるとちょっと嫉妬したりとかするんで、あまりしすぎてはいけないから、ちょっと しばらくはその抱っこ NG とか。そうです、カカオはそう1月なんで来週誕生日ですね。私に似てる方はカンちゃんやなって。こっちは似てないですか？こっちかな。へい、よっしゃー、また、もう時間がそろそろ、8時前なんで、また明日またライブ して YouTube のライブもまたしていきますので、明日また楽しみに。パンちゃんは似てない、カカオちゃんに会いに、ああもうぜひぜひ来てください。カカオいい子なんで、もう散歩もだいぶ慣れてきてます OK ですね。あとはフワ君も結構慣れてきてます。もう触れ合ってから家族になりましょうっていうのを結構皆さんに伝えてますんで、触れ合ってみないとね、どんな子なのかがわからんかったりとかするんで、ね、また触れ合いに来てもらっての十分にスタッフさんとお話ししてからでもいいと思いますので、ね、待ってますね。ありがとうございました、ね、短い時間でも皆さんにちょっとでもね、こう癒しを届けていきたいなとは思ってライブしてますので、ぜひバイバイ、バイバイね、また明日。3つですよね、もうだいぶ集まってる。ここにも、ここはちょっと離れてるね、性格分かりやすいでしょ、集まってる組と集まってない組、こうなってる。寝てるし、バイバイで、ありがとうございました。また、カフェでもねカウンセリングとかも伺いますので、待ってます。ありがとうございました。風邪ひかないように、ね、コロナにも対策ですよね、手洗い頑張ってください。バイバイ、ありがとうございました。あ、今から入ってこられた方ごめんなさい、ね、いつもちょっと短い時間しかできてなくて、堀江の方もねだいぶ準備は整えてきてますんで、2月、1日からは犬も猫も両方ちょっと触れ合うことができるように今準備してますんで、姉妹店の堀江の方は今1月末までには一応ワンちゃんだけの触れ合いになってますので、またお待ちします。ありがとうございました。バイバイ、バイバイでー、ごめんなさい今来られた方、バイバーイ。